続きまして、地域の環境力を生かす復興まちづくりに向けてと題しまして、社会環境システム研究センター、藤田剛よりご報告いいたしします藤田さんよろしくお願い,いたします。 社会環境システム研究センターの藤田と申します。私の方からはこれまでの復旧を中心にした研究の取り組みに加えまして復興のまちづくりにつきましての研究をこれをどちらかと言いますと社会環境システムの視点あるいは都市づくりの視点からお話をさせていただこうと思っております。 本日ここのような構成でおお話ををさせてていただくことを考えておりますまず第一にはその環境力地域の環境の力というものを復興に生かすという方策ないだろうかそのようなことを我々も国立環境研究所と環境省と多くの企業と大学の皆さんと審査直後から研究会を開いて行ってきました。 その中で地域の資源あるいは地域の活力地域の資源地域の環境を生かすことにより短期的にも復旧を後押しして長期的にも復興を支援するようなそのような町づくりができるんでゃないだろうかそのようなことを考えてまいりました。最初はその 環境の力を生かす復興のまちづくりというものの考え方についてお話をさせていただきます。2つ目に具体的なツールというものを開発しようとしております。これは我々 GIS 地理情報システムと呼んでおりますが全ての 被災地に関しますすべての情報を,これをコンピューターに入れてこれをさまざまなデータベースあるいはモデルで解いていくことによりまして少しでも復旧と復興が両立する経済と環境が両立するまちづくりの在り方をこれを具体的に見える化できないだろうかとそのようなことを考えたツールについてこれを部分的に現在進めておるところでございますけれどもいくつかの地図をご覧いただきながらご紹介いたします。最後にそうしたツールをもとにしまして現在、提案を具体化しようとしております。 1一つにはこう資源、廃棄物をこれをリサイクルの資源として活用するまちづくりができないだろうかともう1つは自然エネルギーでございますこうしたリサイクルあるいはエネルギーの視点からのまちづくり環境型のまちづくりというものを提案するというようなことを最後にご提案させていただければと思っております復興と環境につきまして2つの視点でつながりがあるということをご紹介させていただきます一つ目はあの空間の つながりりであります。これは非常に概念図で恐縮でありますけれども海から浸水が、津波によりまして浸水地が内陸に発生するわけであります。で当然浸水が一番深い大きいところは沿岸部にございましてそれからだん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 浸水の深度というふうに我々呼んでおりますけれども浸水の深さが低くなってきます。でその中で多くの市街地多くの都市ではこの浸水地 津波の影響によりまして市街地そのものが浸水を受けておりますで、いくつかの議論がございますこの浸水した街をそのまま復旧してはどうだろうかとこれも一つの議論でありますただその場合には、場合によってはその土地利用が低密度になってしまうあるいはそこにおきますエネルギー密度が低いあるいはやはりまた自動車交通に依存するようになってしまうんじゃないかとこのような考え方も同時に議論されております そこで、一方で議論されておりますのはこのような考え方であります。段階復興型というのは議論もございますが、むしろある程度、その被災、津波の影響を受けた影響の小さかったところに、その復興の町、市街地を集めまして、まあ、そこに高密度な土地利用、あるいは高エネルギー効率、でその場所では鉄道と歩行者を優先にする町づくりをすると、まあ、そのような、いわゆるコンパクト都市という考え方ではあります。ただ当然この 津波の影響を受けたエリアというところも、これも復興、復旧が必要であります。で我々はそういう場所を環境共生再開発エリアというような形で,で、先ほど来申し上げました資源循環、あるいは自然エネルギーということを使いまして、このエリアの再開発、あるいは復興、復旧を、これを後押しできないだろうかと、まあ、具体的に言いますと、自然エネルギー、あるいは資源循環の拠点をこうした場所,場所に作ることによりまして、まあ、環境共生型の再開発、それを通じまして、復旧から復興に後押しできないかということを 考えておるところでありますこれはもう一つ別の視点で、えー、環境と復興の考え方を、えー、関わり方をご説明させていただければと思います。一つには、えー、これ横軸にはタイム、えー、時間をとっておりました縦軸にはいわゆる地域の活力といいますか、まあ、地域の経済活力というものをとっております。で当然もう2011年東日本大震災が起きましてこれはまあ未曾有の震災であることはこれまでの報告でもございましたが、まあ、こうした、えー、震災直後から だから、大きな大き復旧段階それから復旧段階に移,し移行しております。で、多くの都市ではすでに具体的なまちづくりがの議論が始まっております。で、我々はこうした通常のまちづくりといいますものは場合によってはいわゆるここの赤い四角でありますようなベース復興というものしかもたらしえないんではないかと、そんなことを危惧しております。で、こうしたところに対しましていわゆる創造的な復興あるいはエコタウンといわれているような環境の力を使う,使う環境力を活用する する街づくりりはできないいんだろううかというふうに考えておりますで例えば地域循環の資源循環の地域の拠点を持ってくるあるいは低炭素のエネルギーの供給拠点を持ってくるあるいは地域の絆の地域の活力ある地域のシステムを形成する、まあ、そうしたことによりましていわゆる従来の復旧をこれをベース復興と申し上げるとすればそれに対しましていわゆる環境を活用した地域の復興力の上乗せができないだろうかということが我々の,の議論の背景にございます。 でこのようなことはただお話だけで済ませるわけにはまいりません。でこのような実際の地域の復興力を環境を活用して上乗せしていくそのために具体的なまちづくりあるいは復興計画の支援ツールというものを作ることはできないだろうかこれがまあ本日のお話の中心点でございます。でこれを我々環境復興計画の評価支援 GIS ツールというようなことで呼んでおります。 でまあ、具体的にここまでのお話を申し上げますと、えー、復興のプロセスで低炭素循環の地域資源を活用するそうした地域活性化のメカニズムを何とか具体化できないだろうかというこういう論点がございます。もう一つはそうした視点を短期の復旧長期の復興と分けるのではなくこの段階の復旧から活用できてそれがスムーズに中長期の復興に活用していくことのできる、まあ、そのようなまちづくりの、えー、を支援するような,そんなツールづくりというものが本日のお話でございます。 ではじゃあ具体的にどのような方法論を今開発しようとしているかということをご紹介するわけであります、えー、ここでは方法としまして環境復興計画、えー、計画評価の支援の GIS ツールと呼んでおります GIS と言いますのはなかなか、えー、お耳慣れない言葉かもしれませんが、えー、ジオグラフィックインフォメーションシステム地理情報システムの略語といたしまして、えー、GIS あたかしら文字ととりましてよく使われております、まあ、簡単に言いますとこうしたパソコンの中に全ての地図情報を入れていくわけであります でこうした地図情報を具体的に入れていくことによりましてそれぞれの地域に応じた地域の環境資源地域のエネルギー資源地域の廃棄物資源を活用,し活用を具体的に定量化できるということがこのツールの狙いであります。例えばこれは我々の研究会のチームで津波のシミュレーションを行いました。 この青い部分はえ津波の到達範囲ではなくて、到達、津波の、えー、被災震度であります。で、一番濃い青のところは、えー、4メーター以上の津波が来ました。で、薄い青のところは1メーターから4メーター。で、それから、えー、少し薄い、さらに薄い、えー、ライトブールは、これは1メーター未満であります。で、これはの地図は名取から、えー、約石巻、女川までのこのエリアの、えー、津波の被災震をこれを地図上に示しております。 これをさらにもう少ししズームアップします、まあ、これは具体的には石巻のエリアを見ていただいておりますけれども石巻のエリア一体と言いましても非常に大変なことが起きましたで大変なことが起きた中で地域の皆様方あるいは周辺の皆様方のご尽力でも絶大なる復,興が復旧が進んでおりますただこの石巻を見ましてもこういろいろ地域の地区によって差がございます。 でこれは先ほどと同じ色分けでありまして石巻の、えー、都市の臨海部のエリアの中での津波被害の色分けをしたものであります。で一番被害の大きかった4メー,ター以上のところといいますと例えばこういうような風景が見て取れます。これ自身は実は女川の写真でありますけれどもいわゆる鉄筋コンクリート像が基礎から根こそぎ奪い取られるようなことがこの4メー,ター以上の津波被災地震では起こります。 で次に1メー,ターか4メー,ターエリアのところといいますと、まあ、典型的な写真はこのような写真でございましていわゆる鉄筋コンクリートの構造物基礎は残りますけれどもほぼ全開に近い状況になりますでさらに1メー,ターよりも低いところであれば同じ津波が来ましても1メー,ターより未満のところでありますと例えば木造でも1階部分は使えない状況になりますけれど構造物自体としてはいわゆる半壊状況となるようなそのようなエリアを見て取ります。でこのののような、えー、津波シシミュレーションと地域の地域図を、 重ね合わせていきますと復興のおおよその空間の方針が出てまいります今のこの津波の被災地に、えー、震災前の土地利用の状況を重ね合わせたものがこの地図になりますこれもまあ一部の判例だけを、えー、ご説明申し上げますといわゆるこの赤い線で囲んでいるところが従来の、えー、石巻の市街地でありますそのエリアにこう薄いブルーのエリアがこれが1メーター以上の津波が変わったところでありますで赤い枠で囲まれ で中が赤のところはこれは津波の影響が軽微であったところであります。でさらにその市街地の外側にもこう黄色のところといいますのは郊外で津波の影響を受けなかったところであります、まあ、こうした、えー、津波の影響のシミュレーションを現状とちるように重ね合わせてみますと例えばこうしたエリアは、えー、今後の復興中止になっていくんではないかあるいはこうしたエリアといいますものはあのここも、えー、町は残っておりますけれども周りとのつながりから考えるとやはり緊急避難用地の方がというようなそういう機能でしかるべきではない ないかあるいは、えー、産業用地につきましては実は石巻でもすでに復興が復旧が始まっておりますこの地域におき,おきます製紙工場あるいはセメント工場の復旧はこの秋にも見込まれておりますこうした産業施設につきましては産業施設の復旧復興とと,ともにその地域のまちづくりを急ぐ必要がございます。それ以外に 津波で面的に農地、住宅地が被害を受けたエリアというのはこれはまた抜本的にものを考える必要があります。でさらにその公害で今まで市街地でなかったですけれども今後は活用ができるエリアもあります。でこうした GIS、今申し上げました GIS 地理情報を使いますとこのような形でおおよその,その地域の発展、復興の絵姿これは我々はゾーニングと言いますけれども色分けができてまいります。 では、これにどのような形で環境資源を使えるかということであります。で例えば、同じように石巻で、えー、先ほど来見ていただいております津波の被災地とその周辺のエリアの地図でありますけれども、まあ、これに風況マップ、これは環境省が出しております。えー、風力発電の風況マップというのも、これも同じ地域に対して地図化しております。こ、まあ、これを組み合わせることににによりりりまして同じ復復旧づづくり復興づく興でも外部の電源に頼らず 可能であろうかそういうようなことを議論しております。 でもう一つは廃棄物でありますで廃棄物はこれは安心安全に処理されるということはこれは今までの大阪センター長あるいは竹上市長の話の中でありますそれを前提にしてじゃあこのがれきをどの程度資源として活用できるかということを我々も考えております。これは先ほど申し上げました津波の被災地のシミュレーションデータに現状のこの地域の建物データこれを同じ GIS 上で重ね合わせましてある一定の判断ルールを作りまして でそれぞれの津波の被害に応じましてどの程度のがれきが発生したかということをこれを地域ごとに計算しております。で当然、えー、津波の被害が大きかったエリアあるいは、えー、建物の建て込み方が、えー、密度の濃かったエリアというものがそうしたエリアでの、えー、がれきの発生が見て取れます。で真ん中の一番 立っておりますところはこれは石巻の旧市街地でありますし、左こうしたものを、こうしたがれきの発生といいますものも、これもえいわゆるがれき復,興の復旧の研究チームと連携をしながら、さらにこうしたものをどのようなエリアで収集して、どのようなエリアで再資源化することによって、まさにエネルギーリサイクル、あるいはマテリアルリ,サイクルリサイクルできるかということも、この GIS で考えていこうとしております。ちょっとこの この地図がなかなか画面上でもあの見て取れにくいところでありますけれどもこれも同じく石巻の周辺で、えー、従来震災以前から廃棄物を受け入れていた 一定以上の規模を持つ施設これを赤いポイントで出しておりますで、その赤いポイントの周辺の距離をこれをいわゆるネットワーク分析ということで GIS 上で解析しますで、合わせて右側の図これちょっと見にくくて恐縮ですけれどももう少し広域に広げまして尾長川からあるいは東松島まで広げた形でそれぞれどれだけがれきが発生するかと考えましてこれを全て重ね合わせますとおそらくここの左側の緑のような場所といいますものが中期的に 短期的にはがれきの仮置き,仮置き場所になってで中長期的には資源循環の拠点になるようなそのような候補地になるんではないかと、まあ、そのようなことを具体的に定量化して見える化するようなことを考えておるところであります。 でこうした,た GIS はまさに現在地方自治体の方々あるいは各大学研究者の方々と一緒にこうした地図を何枚も何枚も重ね合わせながら解析をしているところでありますただその中で具体的な復興のまちづくりの考え方として大きく2点をご提案できないかというふうに考えておりますと言いますのは復興そのものは今後年5年10年の課題ではありますけれども復旧 と全く切り離された復興ということはこれはありえないわけでありますそうした意味では建物の建築規制がこの11月に解かれますその時点の段階で 青写真を描いている場合の復興とそうではない復興では随分効率が変わってくると我々は考えておりますそうした意味では今後環境の力を活用した復興のいわゆるモデル地区というものを具体ができないかということを、えー、研究の中で進めております一つは、えー、同じ石巻の例でありますけれどもこう産業の地域が復興したことを受けて、まあ、そうしたところで、まあ、地域循環先導型のいわゆる高付加価値リサイクルと呼んでますが、まあ、いわゆる単純にリサイクルをするだけではなくてその資材の 特性に応じたより効率なリサイクル拠点をこうした場所に作っていってはどうかということであります。でこの考え方を若干模式化したのが次のスライドでございますがまずそのそれぞれ被災地が被災地周辺からのがれき,がれきといいますものがれきを収集します。 で、収集する拠点はいくつかでできておりますけれども、それを効率的に分別する、これも拠点を作ります。で、その中で先ほど来、高見市長のお話もありましたけれども、エネルギーリサイクルできる、焼却できるようなものにつきましては、すぐ下にバイオマスのエネルギーとして循環して、それを左側の復旧住宅に 適用していきますあるいはもちろん塩素の問題ございますけれどもこうしたハイプラハイ木材につきましては場合によってはその被害に遭わなかった周辺の動脈系の器官これはよくセメントとか鉄鋼産業、えー、製紙業がこの候補と挙げられてきますがそうしたいわゆる工場系の施設にそうした工場系の施設が石炭を現在使っておるところが多くございますがその石炭の代わりにこうした廃棄物をペレット化したいわゆる RPFRDF ではなくて RPF というものを これを供給するようなことを考えます。 でさらにこの地域全体地域そのものにおけます動脈検施設これ石巻でありますとか仙台のいわゆる重工業がこれが復興した段階ではその地域内循環ということを可能にする、まあ、こうした段階的な地域循環拠点を作るというようなことがこれが1つ目のモデル事業でありますで実はこうしたモデル事業といいますものはあのリサイクル型のエコタウンとしてですね日本の中では26か所で26都市ですでに事業が進められておりますででに26箇所26都市で 170の施設がすすででに現在日本全国で稼働しておりますでこうしたデータは我々国立環境研究所データベースとして持っておりますのでこうした日本全国に置きますリサイクル拠点のデータリサイクル拠点と被災地をこれをネットワークするような循環型の拠点ということを考えていくというのがこれが1つ目のモデル地区であります。 二つ目はエネルギーであります。特にエネルギーにつきましては同じ石巻の中でも若干面的にこう被害を津波の被害があったようなエリア特に農地あるいは住宅地の今後エリアというようなところでこれもすぐにもちろん復興できるところは復興していただくわけでありますけれども若干時間がかかるところにつきましては暫定的な自然エネルギー 太陽光でありますとかあるいは風力の拠点を作っていくようなことをこれを、えー、いわゆるフィジビティスタディを行っております。 例えばあるエリアの、えー、津波の被害を受けたエリアにつきましてはいわゆるメガソーラーと言われておりますような仮設型暫定的な太陽光パネルを置きますであるいはこのエリアと言いうものは木材の供給源にもなっておりますのでそうしたエリアでバイオチップを活用しました、えー、自,然エネルギー自然エネルギー供給拠点と言いうものを検討します。そうしたたものをを組み合わせてて、えー、新たな復興町づくり復興興りり住宅づくりをすることによって 実際に外部の電源に頼らずに自らのエネルギーによるようなそうした復興まちづくりができてそれが長期的、中期的長期的に見れば日本の低炭素まちづくりのフロンティアになると、まあ、そのようなことのご提案を環境省と一緒に今具体化するべく検討を進めております。 でこうしたここととををを GIS 使いまますすその効果を計算できますこれはあのごく一部の試算でありますけれどもこうした自然エネルギーの利用あるいは場合によりましては工場排熱の利用というようなそうした、えー、化石燃料に依存しないエネルギーまちづくりというのがどの程度 CO2 削減できるかということはこれは国立環境研究所でも環境省の検討会等で研究をしてまいりました。 の計算の蓄積実績を活用しますと例えばその太陽光あるいはバイオチップさらには工場廃熱といいますものを有効に活用した住宅では十分に25%から30%の CO2 削減ができるというそういうような試算も我々の方では整理をしておりますこうした通常のベースライン型の復興とこうした環境配慮型の復興この2つの差を具体的に数字の上で示してさらに地図を のの上でその具体像を示すというようなことでこの GIS を使うことはできないかというふうに考えておるところであります。 最後になりますが、こうした研究というのはまだ我々スタートしたところであります。国立環境研究所チームとございますが、現在、環境省、あるいは多くの大学、あるいは企業の方々と一緒に研究を始めております。で、部分的に東北の自治体の方々、あるいは自治体の研究機関の方々との連携を始めております。 んなツールをこうした研究を通じてお手伝いできないだろうかということを考えております。 最後になります、えーまあ、本日申し上げましたあの内容といいますのは、いわゆる被災地、えー、復興の地域におきまして、環境データとか、あるいは都市データというものをこれを収集して、解析をして、それを見える化して、定量化することによって、できる限り環境を活用した持続可能なまちづくりを、これを具体化していく、そのような支援ツールができないかと考えております。ここうししたものののを、えー、ご提供することによりまして実際の地域の 特性に応じまして、それぞれの地域で防災と活力と環境が、これが両立するような、そのようなまちづくりの実現に向けて、少しでも研究者サイドからお手伝いできればと考えているところであります。えー、長時間ごごご清聴あありりががととううざざいいいままししたたは